どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、今日でですね、2年間住んでいた家から引っ越すことが決定しました。まあ、引っ越す理由としてはめちゃくちゃシンプルで、単純に家狭いからっていうめっちゃシンプルな理由なんですけど、まあ、今までの部屋がですね、まあ、動画撮るスペースを考えると、もう実質一部屋だったんですよ。そう。で、実質一部屋で、まあ、それもそれでいいんですけど、まあ、せっかくならね、もう一部屋だけ、寝室というものが欲しくて、まあ、今回ね、引っ越すことになりました。はい。まあ、そんなこんなでですね、今日引っ越すわけなんですが、まあ、この部屋最後の家ということで、最後の部屋ということで、間違えました。最後の動画ということで、まあ、今日はですね、最後の動画として、昨日に引き続き、ハンターハンターコラボで登場するキャラクターイラストを先行してご紹介していこうと思います。はい。まあそうですね。昨日に引き続きなんですけど、昨日見てもらって分かる通りね、ハンターハンターコラボのね、性能、こんな感じで出ておりません。全く。で、イラストと携帯のみ、表示されてるということで。でもね、俺見てたんですけど、結構ツイート伸びてますね、全然。5000いいね、5000いいね、6700いいねとかなんで、あ、意外と全然性能発表されなくてもいいね数伸びてんだなと思って。なんか特に運営さん的にはこれ問題なさそうですよね、全く。ね、だって、結局宣伝効果イラストだけであるっぽいしね、性能発表をされてなくてもこんだけ伸びてるんだったらってことで、うん、多分なんか意外とあれなのかもね、やっぱ性能発表気にしてるのってこうやり込んでるね、俺らはやり込んでるじゃないですか。だからまあ性能をね、もう求めてると思いますけど、結構まあめちゃくちゃライトな人たち、ハンターハンター好きみたいな、めちゃめちゃライト層の人はもしかしたら性能とかは特に興味ない可能性もありますよね。まあ、今日はそんなこんなでね、ハンターハンターコラボで登場するキャラクターイラストを先行してご紹介いたします。ということで見ていきましょう。まずは、盗賊クロロが登場します。こちら、変身とアシスト進化が可能になっております。はい。これって、僕がエアップかもしれないですけど、これ、あれですよね。クロロって、クロロルシルフルですよね。クロロルシルフル。いや、合ってるよね、さすがに。一応、クロロルシフル、ルシルフルは、昔いるんですよ、パズドラに。なので、クロロルシルフルであれば問題はないんですけど、見ていきましょうか。これが進化前ですね。はい、そして変身1です。で、変身1ということはなんですけども、まあ、多分こちら次、変身2ですね。で、多分なんですけど、このキャラは3段階変身になるんじゃないか、あと2段階変身ですね。ごめんなさい。2段階変身になるんじゃないかなと思います。あれ、で、俺、昨日のタイトルめっちゃ間違ってね。まあ、変えとくわ、後で。まあ多分2段階変身の3形態目までになるんじゃないかなと思います。はい。まあ変身、いや多分そうだよね。進化前って書いてるけど。わかんない。あれどっちだこれ。ちょっとわかんないですね。多分でも、ゴン見ればわかるんだけど、進化前変身変身だよね。うん。進化前変身1変身2の2段階変身だから、そうですね。やっぱり合ってますね。多分このキャラも、まあ、いつも通り2段階変身の第3形態まであるキャラになるんじゃないかなと思います。で、闇属性キャラなんで結構強そうですね。水ワンチャンあるな、これ。これ水かまさか。水の可能性もありますね。水っぽいな、なんか言われてみれば。ちょっとわかんないですね、ここら辺は。まあ、普通に考えて闇なんですけど。ワンチャン闇水とか、あと水の可能性もありそうですね。盗賊クロロです。はい。で、一応ちょっとね、見てみましょうか、性能。クロロ僕持ってませんでした。クロロですね。まあ、スキルが、1段階変身、1段階目はね、特定のスキルがランダムで発動して、リーダースキルが闇4個消しで攻撃力が上昇、最大3倍となっております。はい。まあ、半蔵と相性いいんじゃないかなと。服部半蔵とか、あとはルシファー、打天使ルシファーですかね。あそこら辺と相性いいかなと思います。はい。そして、進化後ですね。ごめんなさい、変身後ですね。闇泥鏡2ウェイスキブスキブとなっております。はい。で、スキルは特定スキルがランダムで発動して、リーダースキル闇4個消して攻撃力が上昇最大3倍です。これ何がやばいって闇4個消して3倍ですらないからね。多分闇6個消しとかだもんね、これ3倍の理由が。やばいだろ、これ普通に。まあ、これがね、クロロルシルフルですね。はい。僕は原作知らないんで、ここら辺で省略しておきます。で、続きましてこちら。キメラアントの王が登場です。こちら、変身、アシスト進化が可能となっております。見ていきましょう。まずはこちら、変身前からですね。キメラアントの王となっております。で、このキャラもですね、もうすでに実は発表の方されておりまして、まあ多分なんですけども、2段階変身になると思います。さあ、ということで変身後見ていきましょう。こちら、メルエムですね。はい。で、これが1段階変身目になってて、続きましてこちら、これが最終変身形態となります。これも多分っていうかさすがに貴族性かな。まあ、木と闇かな、あるとしたら。まあ、多分貴族性になるんじゃないかなと思います。さすがに。これで木じゃなかったらおもろいね、普通にそれはそれで。
結構イラストに対して闇の可能性も全然あるんで、まあこれがメルエムですね。で武器が新しくね発表されたものとなってます。はい、まあ、こちらがねメルエムとなっております。なんだこれ、これ何これ、なんかオリジナルゲームですかこれ、わかんないけど、多分なんかわかんないけどそんな気がするからあんま触れないでおこう。なんだこれ、あ、まあ、その前にちょっとね、すいませんすいません忘れてました。メルエムですね。行きましょう、メルエムのコーナー行きます。いや頼む頼む。あ、メルエムってこれ？あ、僕メルエム持ってますよメルエム。メルエムって王でしょこれ。あ、わかんねー。ちょメルエムで出ろ。あらららららら。あらららららら。わかんないっすね。いや僕多分持って、あ、いた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 、これでしょ、ほら、おなるほど、これ確かこの当時は課金キャラじゃなかった気がする。敵全体に攻撃力かける30番の光攻撃に1ターン神の攻撃力が少し上昇で13ターン。いや、ある意味ぶっ壊れチート最強最弱キャラ。リーダースキルは光闇の HP と攻撃力が2倍。進化後光だらけに闇軽減です。スキル13ターンでリーダースキル光闇の HP と攻撃力が2倍です。進化前と進化後でリーダースキル変わらないっていうのがもう昔すぎて怖いわ。さあ次行きましょう。続きましてちょっと普通に気になるキャラ来たね。これ性能出てたら盛り上がっただろうな多分。本日最後は生物調査の専門家カイトが登場です。あ、カイトも来るんですね。スキルを使用することでカイト、大釜、カイト、銃、カイト、ロッドのいずれかにランダムで変身します。どういう感じで変身するか分かんないですけど結構面白そう。さあまずはこれカイト進化前で変身1、そして変身2、そして変身3となっております。頼むからアレキサンダー王みたいな最弱スキルはやめてくれ。マジでな、マジで頼む、マジで頼む、マジで3、なんかこんな面白い、こんな面白いスキルなんだったらマジでしょうもないやつだけはやめてほしい。マジでこれでアレキサンダー王ぐらいの性能だったら誰も使わずにこんなおもろいキャラが消えてくのマジでやめてほしいから、カイトだけは絶対におもろくしてほしいわ。マジでなんならもう1形態はぶっ壊れ、1形態は普通、1形態は弱めとかでもいいから面白くしてほしいな。はい、っていう感じでスキルを使用することでランダムに変身していくみたいです。めちゃくちゃ性能としては面白そうなんで、ちょっとこれ詳しくね、あの見て、また見ていきたいですね。まあ残念ながら今今日はねまだ性能の方発表されておりませんので、この辺りで終わりとなっております。まあ一応カイトの方もですね、何年前でしたっけこれって、7年前とかですかねの性能は出てると思います。はい、で僕はもちろんね、てかハンターハンターで調べるかめんどくせえからもう、え、おい正気か俺、正気なのか俺は。カイトはね、いたはず。ちょっと見てみましょうか。カイト。いましたね、カイト。お、でも言うて結構最近のキャラじゃん。全然カイト強いですね。進化前。スキルが全ドロップを火、水、火、木、光、闇、回復ドロップに変化に1ターンヘイストで、リーダースキルは4色同時攻撃で攻撃力が4倍、回復力は2倍、強化ドロップを含めて5撃すると属性の攻撃力が 2.5 倍です。え、強っ。で進化後、指封印耐性、スキブ封印耐性、火水キー光闇ドロキを持ちで、スキルは全ドロップを火キー光闇回復ドロップに変化が最短8ターンスキルで、1ターンヘイスト持ちで、リーダースキルは4色同時で攻撃力が4倍、回復力は2倍、強化ドロップ攻撃で特性の攻撃力が 2.5 倍と、めちゃくちゃ強いやん。カイトカイトいいですね。カイト玄関強、ぶっ壊れチートキャラの可能性は玄関強ではないわ、当時強かった可能性あるなこれ、という感じになっております。で明日もねハンターハンターコラボの性能の方発表されますのでお楽しみにとなっております。はい、という感じがね、今回のハンターハンターコラボの、まあ新キャライラスト動画でした。はい、イラスト動画でした。まあ性能はまだ全く発表されないっていうか、まあそもそも運営方針が変わったんで発表されないので、まあまたこちらはね性能の方は金曜日あたりに、来週金曜日かなになると思うんで、まあまたそちら見ていこうと思います。はい、結構昨日ちらっと見てたんですけど、ハンターハンターコラボの性能をねこう発表しないことに対してこう結構なんか賛成と反対派で分かれてましたよ。いや面白いなと思ったんですけど、例えば僕とかだったらこう実況動画撮る上でもちろん性能発表してくれた方がネタになるんで嬉しいんですけど、逆に楽しみは最後まで撮っておきたいとかって人もいて、あ珍しい人もいるんだなみたいな感じで、結構人によって全然違うっぽかったですね意見は。ただやっぱりアンケート的には9割の人が先行発表しろっていう派が多くて1割が少なかったんで、まあ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 割合的にはやっぱりね、その先行公開求めてる派の人が圧倒的ですね。圧倒的でしたね。92% 対 8% ぐらいでした、大体。
まあでも 8% の人もいるからね。全然 8% の人に合わせるのもありだとは思うんですけど、まあ、個人的にはやっぱりね、あの動画の盛り上がりに欠けるんで、こうなんか撮ってて面白くないじゃないですか。動画の盛り上がりに欠ける動画って。ね。で、ハンターハンターコラボって視点で盛り上がるんだから、さらに性能発表があれば盛り上がるのはさらに盛り上がるんで、まあ、発表してほしい気持ちはありますけども、まあ、今回はこのあたりで終わりにしようと思います。ということで、ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。で、すいません。めちゃくちゃ見逃してました。一応あと2体だけ言います。はい。まず、ウボウギンですね。ウボウギン、こちら。進化前と武器なんで、まあ、多分低レアキャラになるかなと思います。同じく、信長ですね。こちらも進化前と、そして武器なので、低レアキャラクターになると思います。で、進化前にほとんど武器がついてることから、石銃じゃないかなと思います。はい。まあ、という感じがね、すいません。今回のハンターハンターの解説動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。